サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ。せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロ理系担当弁当と、どうも、カサニマロ文系担当引きの党です。はい、もう声がガスガスなのでね、ちっちゃい声で喋らさせてください。今日のテーマはですね、こちらでございます。12月勉強法理系科目編ということで、恒例の企画になっております。で、今日ちょっとね、はい、特殊なのがですね、もうここで授業しちゃいます。皆さん、まあ、普通になんだろうな、勉強法をさ、喋ってもいいんだけど、うん、なんかまあ、その時間すらちょっと惜しいよねっていう、なんかそれを踏まえて、勉強するっていうのも、今までなんか、今の、リズムがあるわけや、うん、その今のリズムの中でこれ追加してくださいって言われてももう死ねって思うと思うんで、うん、だからね、今日はもう全部説明しちゃいます、はい、理系科目に関して。なので、まあ、ちょっと理系の人よりの説明になっちゃうので、ちょっと理科ですね、計算ミスとか物理の話になってくると、ちょっと文系の方、もうそれは俺はいりませんというところになってくるので、まあ、ちょっと適宜ね使ってくださいと。でもめっちゃなので、最初の方はめっちゃ素早くいきますね。で、大前提なんですけど、うん、カサニマロを登録してほしいっていうことですね、うん、で、これなんでかっていうと、なぜかメンタルが安定するらしいんですよね。なぜか、もうなぜかはわからん、本当になぜかはわからん。僕らは別にみんなのメンタルを本当に安定させようと思って心理学とかめっちゃ研究してるわけじゃないんだけど、うん、まあでもメンタル安定してほしいなっていうので、いやこれ大丈夫やれと、僕は結構病んだ経験が多いのでね、なんかこういう言葉かけてほしいやろうなっていうのが。メンタル弱にまるやからね、俺ら自体がね。そう、まあ、なのであの、あまりね、厳しいことも言いませんし、理想高いことも言いません。なので、まあ、最悪ね、ダメだったらダメだって、なれいいんですよ。ダメならダメでいいんですよ。っていうスタンスでね、僕ら投稿してますんで、ぜひともチャンネル登録しておいてください。で、一応まあ、ハウツー系ですね、共通テストの解き方についても、ちゃんとこれから動画投稿していきますので、そこは、なんやろな。交互期待あるという感じでね、登録して待っといてください。そうだね。多分もう11月でちょっと英語もちょっとずつ出てると思うんですけども、はい、結構ね、授業動画も頑張っていこうというふうにね、はい、思っております。ということで、はい、久しぶりのこの画面でどうぞ。はい。いやー、ちょっとね、気管支炎やっちゃってるね、うん。声がガスガスで、本当にすいません。本当はもっといい声なんです、僕は。いや、まあ、一番。今持ち合わせてる学力を、今この12月の話ですね、12月ってどういう時期かっていうと、今持ち合わせてる学力を最大化する時期なんですね。最大化する時期なんです。だから今もうある程度固まってるわけですよ。まあもちろん私立受ける人なんかは、受験がまあ2月5日かここぐらいですね。なのでまあだったら、共通テストの人よりは 2,3 週間ぐらいね、猶予があるので、ちょっとタイムラグがあるんですけれども、まあ私立の人もまあ過去問対策にまあ振ってってほしいですね。この辺になってくると、私立って結構問題の、癖が強いので、赤本対策ちょっとやってほしい。で、赤本の解説が読み解けないんだったら、それは問題集とか参考書に戻るべきですよ。で、とにかくまあ国公立の人向けですね、共通テストを受ける人は少なくとも今から新しい知識を入れていくよりは、今持ち合わせている学力を最大化した方がいいです。で、そのためにどうしたらいいかというと、まあまずは演習繰り返すことですね。演習繰り返してください。で、もう一つはもう一回基礎を復習せよですね。新しい知識は入れなくていいんです。今持ってる言語化されてない知識、なんとなくふわっと解けてしまう問題をしっかり言語化してください。で、そのためにどうすればいいかっていうと、もう知ってるぜ、知ってるぜ、知ってるぜっていう単元、科目を参考書でもう一回、もう知らないふりして、もう全部読んで、もう例題も解いて一周っていうのをやってほしいわけです。で、そうすればめっちゃ安定しますからね。60から80でブレてる人は80で安定します。なので、そういう時期なんだっていうことをね、知っておいてください。なので今、学力ね、これ T です。月ですね。じゃあ皆さん4月でした。4月、皆さん全然雑魚でしたと。で、それが5月、6月っていう風になってって、まあ今、12月で1月ですね。まあずっとみんな学力の推移がこうだったわけですよ。こういう風に伸びてきた。こういう風に伸びてきたので、12月から1月は、ここと、ここをつないで、こう伸ばしましょうよっていう話なわけですよ。なので、そういう潜在能力、もともとだから、ここまではポテンシャルあるわけです。まあ、もちろんだから、ここが600点の人もいるし、900点の人もいるわけです。900点の人いませんね。850点の人もいるわけです。なので、ここの潜在能力にいち早くボーンって持っていくために、イメージとか本質をある程度は理解してほしいわけですね。で、ただ本質の理解なんかに、なんかトントンなんか取り掛かると、結構ドツボにはまるので、そういう意味で、ちょっとこの辺、本質の理解を今からちょっと僕の方で促していきたいというふうに思います。はい。ということで、今からちょっと確率、やっていきますね。なんか、はい。なんだろう。わかんないところあったら突っ込んでください。OK。はい。まず、条件付き確率からいきましょうか。4分ですね。条件付き確率。条件付き確率の公式覚えてますか？まあ、絶対もう5年前なんで覚えてないと思いますけれども。条件付き確率ってどういうのだって、例えば。なんか、事象 A の
A が起きた時って感じで、うん、A の時の B のちょっとひらがなでね確率を、はいはいはい、いうのが条件付き確率、はい、なのでまあこういう表記は見たことあるんじゃない？あらあらあら、そうそうそう、はいはい、これも公式なんですけれども、どういう公式かっていうふうに言いますと、あのだから要は A が起きた時のっていうこれ前提なわけですよね、うん、A が起きてるっていうのは前提なわけですよ、はいはい、で前提っていうのは基本的に分母に来がちです。分母に来ます。だから A が起きたケース全体を考えてるので、分母は全体を示すんです。なのでもうあの分かんない人は結構前提イコール分母、分母イコール全体というふうに鵜呑みにしましょう。でそしたらばですね、 A という A というのが起きるケース全体を考えますので、絶対に A というのが起きるケース全体ですよね。でそのうち A が起きてるし B が起きてるんです。当たりますね。 A が起きてるのが前提で B が起きたんです。つまり A と B 両方とも起きてますよね。なのではい、こうなるわけです。当たり前、 A が起きてるケース全体のうちのこういうケースを考えたいわけなので、当たりません、この公式覚える必要もない。でまあイメージで捉えると、確率ってダーツっていうかアーチェリーみたいなイメージなんですよ。なので全体集合 U だとしましてですね、 A が起きる確率っていうのをまあ絶対まあボーリングのガーターみたいな感じで、この U には絶対パーンって言ったらあのダーツがビーンって止まるとしましょうね。だから U は絶対に当たるエリアです。でその中で A っていう確率と B っていう確率があるぞと。まあだからどうでしょうね、 U の面積が100だとしたら大体目分量ですけど、 A の面積が20で B の面積21ぐらいですかね。だから100回打ったら A に20回入りそうですよね。なので確率は100分の20、すなわち5分の1だぜって分かるわけです。で B もそうです。100のうち21回当たるので100分の21って分かるわけですね。でそしたらあの条件付き確率っていうのはボーリングのガターみたいなイメージなんです。だからここに当たりますよが前提なわけよ。だからここに当たりますよが前提のうちの B が起きる確率なんだから、当たりますね、全体が P の A になってますよね。まあ正確に言うとまあ A の面積なので SA という感じですけど、まあもう一旦ほっときましょう、分かんない人は結構、PA 分の P の A かつ B、 もうこれでイメージ分けましたね。はい、絶対忘れない、絶対忘れない。まあで一応まあ絶対もう覚えなくていいですよ。これをここに持ってきたらあの なんとかっていう法則です。忘れました、忘れましたけどいいですっていう感じで、あの条件付き確率とかもよくわからなくなったらさっきの図をね思い出してくださいということでございます。わかりやすい。はい、はい、じゃあ整数モッドいきましょう。整数モッド、はい、あの絶対みんな知りません、絶対誰も知りませんっていう感じでちょっと紹介していきます。じゃあこれをちょっと例に考えていきましょうね。15度7モッド3っていうので考えていきます。まずですね、これ日本語訳考え、あの日本語訳を理解しましょうね。この合同マーク、ゴミの量が同じっていう風な意味です。で次にこのモッド3です。これは3センチごとに区切るっていう意味です。これさ、どういう時に使うのかまで教えられたら、モッドをいつ使うか、不定方程式なのか、不定方程式の時に使うの、ユークリッドなんかみたいなとか、あ、こういうやつ、あ、まあ、こういうやつで使えるんですけど、あのこの不定一次方程式で使う方法に関してはまた別の動画、ちょっと長くなっちゃうんで、それはあの別の動画で見ていただければというふうに思います。まあ、モッド、カセニマロでこれは出てくるよね、確かね、不定方程式の方は。そうですね、まあ、モッドの方もあの出してるんで、これで分かんなかったらあのそちらの方を見てください。で、まあ、より使える、正直ぶっちゃけより使えるのはあの共通テストももちろん使えるんですけど、あの二次試験の方が使えるかなというふうに思います。で、あの不定一次方程式って解くのめっちゃ時間かかるよね、うん、でその解く時間がかかるから理系の、数学1A の時間が足りないっていう症状があるので、だから一応モッドをね今紹介してるという感じです。なのでこの動画見た瞬間不定一次方程式の動画見てくださいね、絶対ですよ、約束ですよ。で、そしたら10と7、これも翻訳してください。これリボンの長さです。リボンの長さ。リボンの長さです。いいですね。はい、ここで準備 OK。じゃあリボンの長さが10センチのリボンと7センチのリボンがありますよと。3センチごとに区切ってください。3、3、3。はい、1個余った。3、3。ね、1センチ余った。1センチ余ったので、ゴミの量が一緒。っていうのが、もう問答の本質です。なので、これだけ覚えておいてください。これだけ覚えていただいて、まあ、あと、ちょっとごめんなさい。もう正面省きますけれども、は、さ、席は、OK です。和さ席は OK。どういうことか。両辺に何の目です。A 合同 B、モッド
N だとしましょうね。当てないですね。C を足しても合同です。だってここに追加されるだけなんでゴミの量一緒ですよね。もう一回言うよ。ここに C が追加されるだけだからゴミの量同じだ。当たり前だろ。本当に。で A 引く C 合同 B 引く C ね、切り取るんだから同じですよね。でちょっとこっちが難しいです。AC 合同 BC、 あの掛け算しても同じなんですよ。でもちょっとこれが腑に落ちにくい、腑に落ちにくいので、まあ、これはあの別の動画見てほしいですけど、とにかく割り算以外は OK ですよっていうふうに覚えておいてください。よろしいでしょうか。はい。これさ、だからいつ使うか結局わからなくない。だから不定一次方程式で使うんですよ。けど不定一次方程式でを簡単に使うためにもうどう解いたらいいよね、うん、だからこれを今頭に入れといて不定一次方程式の動画を見てねっていうこと。そういうことです。はい。で次やりましょう。対数です。ごめんなさいね、動画時間長くなってて。まあでもいちいちね勉強するよりはもうこれも全部喋った方がもう効率いいと思うので、ね、対数やってみましょう。どうもこんにちは、弁当です。対数のまとめ数2ということでやっていきます。まず対数の意味、ログ2の3は2を3にするための魔法の数字。ログ3の5って言われたら3を5にする魔法の数字です。で、魔法の数字は数字の右上に書きます。だから、2のログ2の3乗って言われたらこれは3になります。なんでかっていうと、ログ2の3は2を3にするための魔法の数字だから。で、3のログ3の5乗だったらこれ5になります。なんでかっていうと、ログ3の5ってのは3を5にするための魔法の数字だから。ね。ログ何とかの何とかってのは魔法の数字です。魔法の数字は数字の右上に書きます。ということで、A を M にするための魔法の数字です。があったら、これつまりって意味です。この両矢印ってのは同値って意味なんだけど、つまりって言い換えて。そうするとね、これは、A を X 乗したら M になりますよって意味になります。ね。だってそうやんね。X ってのはログ A の M です。X ってのはだから A を M にするための魔法の数字。魔法の数字は数字の右上に書く。数字の右上に A を M にするための魔法の数字があるんだから M になります。もう一回言いますよ。ログ A の M なんです。X はログ A の M なんです。A を M にするための魔法の数字なんです。魔法の数字は数字の右上に書きます。A を M にするための魔法の数字だから A を M にするための魔法の数字。ね。A のログ A の M 乗は M になっている。当然ですよね。ということで、これが対数の定義です。だからログちっちゃい数字の大きい数字って言われたら、ちっちゃい数字を大きい数字にするための魔法の数字なわけだ。科学計算ミスを防ぐ方法を紹介します。計算ミスでもう点数を落としてる人めちゃくちゃ多いんじゃないでしょうか。あのですね、仮数にだけ気をつけようってのが結論です。仮数にだけ気をつけてください。例えば、酸化還元ですね。なんとかかんとか、なんでもいいです。なんとかかんとか、5e マイナスの、てん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 、なんとかかんとかの、てん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 、2e マイナス、てん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 っていうふうな式がありますね。こういう式ありますと。ってなったときに、よくやりがちなのは、最後に、5分の2とか、最後に、2分の5とかを掛け算するのを忘れちゃうっていうね、こういうパターンが一番多いです。なので、最後に電子の問題が出てきた瞬間に、僕らは、頭の中が、これですね、やべえと、計算ミスするぞと、電子の係数が出てきた瞬間やべえと思ってください。一番最後に絶対5分の2掛け算するな、いや、2分の5掛け算するなということを頭に入れた上で計算する。で、一番最後にそれとどめでこれ計算してやったら絶対合いますからね。もう引っ掛けで絶対出てきますから。5分の2とか2分の5を掛ける前の計算結果絶対選択肢にありますから、それに騙されないようにしてください。まあ、あとはあのH プラスのあのモルイコール OH マイナスのモル、これ何かっていうと酸化還元です。あ、酸塩基です。酸と塩基の反応においても H プラスの数と OH マイナスの数を揃えるときに大体仮数を掛け忘れるんですよ。例えば H2SO4 だったら2かだから2倍しないといけないですよね。 NH3 だったら、まあ、ちょっと分からないですけど、これ OH マイナス1かなんです。だから1かなので1でいいですよね。まあ、あんま出てこないけど、H3PO4 だったら3を掛け算しないといけないです。っていうので、こういう3とか2とかで、さっきのこの、なんだ、電子の係数ですね。こういうの5分の2とか2分の5とか計算しないといけないわけね。だからここね、ちゃんとね、気をつけてね。ここだけ気をつければ、計算ミスのまあ6割から7割は消えてくれるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あと、コツとしては掛け算からやることですね。掛け算からやって、割り算はとどめぐらいの気持ちです。はい。じゃあ最後、物理です。イメージを復習ということで、まあちょっと物理はね、あまりにも長いんで、まあ、ちょっと単元絞りますね。あれです。運動量保存と、エネルギー保存だけいきましょうか。じゃあ、
弾丸がやってきました。弾丸が質量 M の物体が V でやってきて、こういう箱がありますよと。で衝突しました。衝突してメリ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 って弾丸がめり込みますね。で一体化します。で質量 M の物体と質量でっかい M の物体が一体化してラージ V で動き始めました。いいですね。じゃあちょっとこれの V を求めようっていう問題、これ求めようと。でどの文字を使っていいか赤で示しますね。この文字使って OK、 この文字使って OK、 この文字使って OK、 こいつもこいつも OK とこにしましょう。じゃあやっていきます。はい、力学的エネルギー保存の法則により、まずこいつ運動エネルギーがこうですね。でこいつの運動エネルギーこうですね、イコール一体化しますからこうですね。納得してください。で計算して2分の1を取っ払って V 二乗が MV 二乗のこれが分母ですから、まずこれちょっと納得してくださいね。これが分母に来るぜ。でこいつ消えますね。なのでこいつしか残らない、分子にこいつしか残らない。でじゃあまああとはこいつは平方根外出ますから、はい、×ですね。なんでかメリ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 ってなってる時に摩擦が生じてます。摩擦熱が生じてます。摩擦熱が生じているので熱としてエネルギーが損失しますね。なのでエネルギー、力学的エネルギー保存しません。いいですね。こうです。こっちの方がでかいです。減ります。でポイントは反発係数ですね。反発係数が1未満だったらエネルギーの損失が起きるんです。簡単な話、地面にボールを落とします。で本来やったらこれがビョーンって同じところに持ってきますね。力学的エネルギー保存だと。でこれがピョーンってなってこの辺までしか戻ってきませんでしたってなったら跳ね返り係数は納得してね、1未満だよね。1未満なのでエネルギー損失が起きますね。まあわからないですけど、まあ、このボールが温まったかこの地面が温まったかのどっちかです。熱で。なのでエネルギー保存は使えない。摩擦熱が生じますね。でまあかつ外力とかが働くとダメですよね。いいですね。なので外力っていうか、まあエネルギー保存は生じても力学的エネルギー保存は成立しますよね。ね、摩擦熱が発生してるんだから。なのでこいつは何を使わなきゃいけないかっていうと運動量保存なんですよ。で運動量保存っていいですね、作用反作用の法則が働いてたら基本的に使えますから運動量保存。だってこいつの物体とこいつの物体ガガ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 だから、お互いがお互いに力を及ぼしている作用反作用ですね。なので正解は MV イコールこうで、回答ははい、あ、ごめんこうか。簡単ですよね。これが正解です。で、じゃあ力学的エネルギー保存がダメな理由は摩擦熱が生じるからですね。で、運動量保存が使えるのは作用反作用のおかげです。で、作用反作用でなんで運動量保存かっていう話は、教科書見てください。証明を見ればわかります。これずーっと言ってますからね、僕。昔から10月ぐらいからずーっと言ってます。証明を見れば前提条件がわかる。運動量保存を使う前提条件は作用反作用なわけです。エネルギー損失じゃない。力学的エネルギー保存則は前提条件としてエネルギー損失がないこと当たり前ですね。なので、1未満だったらエネルギー損失があるので力学的エネルギー保存使えないぜ。作用反作用は一応働いてるんで作用反作用で使える。で作用反作用が生きてるので運動量保存が使えるので、これで解いたら正解ってことです。さっきのやつは×。いいですね。はい、ということでめちゃくちゃ長くなりましたけれども、もうこれだけ見ていただければひとまず最低限イメージね、つかめるかなと思います。10分で終わる歌からなちょっとね、ボリュームが多すぎましたね。ところがね、早く喋ろうとは思ったんですけれども、はい、はい、そんなところでじゃあ皆さんね、ごきげんよう、よく休みながらマイペースで楽しんで、ダメならダメでいいと、そういう気持ちで頑張ってください。
まあダメならダメでいいというか、なんやろうな、ダメージ転生でいいからっていう感じかな、今やったらな、うん、でもなんか運命最善になるから導かれるように導かれると思うんで、うん、ごめん、なんか俺がいいとこ喋っちゃっていいの、いいっすよっていうことで、うん、頑張ってね、まあもうあとちょっとやから言うて、うん、ほんまにね、うん、じゃあ分岐編もお楽しみにってことで、じゃあね、バイバイ、バイバイ。リンリンダンダンは全然どんどん運命を叩いて